自の動画解放軍金曜動画ですねあの。今日は例え話、比喩について説明します。あの、私ある話聞いてて、何かこれは麻薬のような中毒作用がある。そういう風に聞いたんですよね。それを聞いて言った本人も、別に私麻薬やってないけど、まあ当たり前のツッコミを自分にしましたね。まあただ、この麻薬的な作用があるとかって、麻薬経験者じゃないのに使う。これ聞いて、 比喩ってそういうところがあるのかなと思いましたね。<laughs> どういうところなのか。比喩の対象。知らないものを使う人が多いんですよね。例えの対象に自分の知ってるもの、それを使う人はいないんですよね。これ麻薬みたいな作用がある。そういうふうに言う代わりに、これ酒みたいな作用があるとか、これタバコみたいな作用がある。そういうふうに言う人は少ない。少ないどころかいないんですよね。 これ考えてみたら、自分の知ってるものほど、例えにできない。例えにしにくいのかなと思いましたね。あの、だってお互い知ってる。知ってるから、細かな違いが分かっちゃう。細かな違いが分かるから、例えることができない。ああ、これとこれ、どっちも違いすぎるから、例えれないな。でも、麻薬の場合、完全に皆さん麻薬なんかやったことないから、麻薬と何か自分の言いたいこと、それを例えれるんですよね。 あの、一方知らない。知らないということは、もう100%自分の頭の中の憶測、イメージ。それで話ができるんですよね。自分の頭の中のイメージで思い浮かべてる麻薬。それは自分の都合のように解釈できますよ。だから例え話として使える。これ私の完全な仮説なんですけど、ハードルが高いという表現あるじゃないですか。なんか自分にはちょっと難しいな、みたいな。そういうところを表現するのにハードルが高い。それ私、陸上競技の経験ない。ほとんどの人。 陸上競技なんて経験ないと思いますよ。あの、やっても学校でちょっとやった程度。だからハードルなんてもの、具体的なイメージがないんですよね。だからもしかしたら、ハードル層の選手、その人は、私にとってハードルが高い。そういう比喩は使わないのかな。そう考えますね。多分使わないだろうなって。多分ですよ。だから、ハードルにしても麻薬にしても、知らないから、比喩として使えるのかな。そう思うし、私は双方を感じてますね。 まあ確かにそうだな。私も、あの、比喩として例えるもの、体験したことないもの、それを、比喩の対象にするんですよね。まあ確かに楽ですよね。知らないもの、未経験なもの、それに対しては、あ、なんか類似性あるなとか、そういう心のバリアーみたいなもの、外れますからね。それ考えて、知らないものに対する比喩、まあ使わない方がいいのかなって思いましたね。当てにならないわけですから、違うわけですから。まあなんかみんなが誤解してる、そういうイメージがあるから、 例えやすい。あの、嘘を言っちゃえばいいわけですから。でも、偽りなんですよね。だから、比喩。使わないまたは、例えるんだったら、例えるものに対しての知識。それは必要なのかなと思いましたね。まあ、なんか、面白いですよね。あの、比喩。例えてる対象。それに対して何も知らない。知らないところか、憶測ででっち上げてる。そういうところがある。うん。面白いですね。私もふとしたきっかけで気がつきましたからね。 あこれも、こういう風にまとめないと、あの、すぐにどっか行っちゃいましたよ。いろいろな疑問、生活の疑問、頭の中に思いつくけど、多分2、3分後に別の話題が入ってくれば、パッと飛んじゃう。だから私、何かアイデアを思いついたら、メモしてるんですよね。そうすると残りますから。そして、このメモした内容を動画で公開する。そうすると見てくれる人がいる。私自身にも定着するし、見てくれる人もいる。いいのかなと思いますね。ということで、自衛の動画解放群、例え話、比喩。 もしかしたら、知らないもの、自分の分野じゃないもの、それに対しては使わない方がいいのかな。そう感じました。